おはようございます。あ、おはようございます。何ですか、休みの日に呼び出されて。いやいや、今日営業日ですよ。何言ってんですか。え、営業日です。土曜日なんで。週休2日制です。いやそんな、あの、なんていうん、あの、今のあの若者みたいなこと言ったらいかんよ、そんな。いやバリバリのね、昭和生まれでしょ、そんな。土曜日を締めないといけないんで。血を吐くまで働けってそうですよ。そうですか。はい、そうなんです。ということで、はい、本日はチョロ Q が来とるじゃないですか。びっくり面白メカ、はい、ということで、いきなり噛みよるまだ朝一なんで、僕にとってはまだあの、はい、この10時はもうみんなの6時みたいなもんやけん、これほんまに。そう、ということでチョロ Q が、チョロ Q やな。はい、これあれですか。はい、うちの IQ に対抗して。そう、IQ に対抗して、ここはと、はい、じゃあということで出ました。はい、鈴木の名車。迷うとかった方がいいですよね。さっき何年やったっけ、調べたら、2003年から2005年っていう、あの超めっちゃ短いよな。売れんかったんやろな。そうですね、まあ車体の短さがそのまま生産期間の短さに至ったぐらいの。そういうことを言ってはいかんね、はい、なんですが、これさ、うん、ウルトラ短いで。ウルトラ短いよ。だってちょっとほら、こうなんかちょっと YouTube っぽいことやろうか。はい、ほらよいしょ。ほぼ一緒やろ。ほぼ一緒やろ、うん、あんま変わらん。そうやろ。なんか絶対短いんやって、ほんまに。いやでもやっぱあれですね、うん、この、はい、こういう映えですね。SSR のね。SSR。これ好きなんよ。これ？うん。俺も好き。でも、はい、円形の方が安いけん、ついつい円形を買ってしまう人だ。でもな、なんやろな、このシュッとした感じ好きやわ。うん、そうですね、うん。なので、はい、まあ前々から思ってたんですよ、うん。ショートホイールベースの鈴木車、はい、ね、果たしてまともに乗れるのかと。どうかな。ね。ということで。まあ、早速ね、はい、ちょっといつも通りまずちょっと乗って、どんなフィーリングだったか、そりゃそうよ、ちょっと見てみようと思いますので、はい、ではちょっと試乗をしていきましょう。はい、はい、ということで、どうですか。トゥインでございます。もうエンジンかけた時に鈴木の音がしたチチ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 って言って、まあ、でもなんかこうほら、いろいろカスタムされてるじゃないですか、はい、そうですね。でもなんかいいっすか。はい。ああ、もうなんか鈴木の音やな。目閉じるやん。うん。アルト。アルトやな。目を閉じればそこにアルトがいるって感じ。アルトですね。ああ、でもなんかあれやで、思ったよりも、うん、なんていうやろ、普通やで、乗っちゃったら。あの、まあやっぱ短いけんピョコピョコはするな。そうやな。あのギャップ跳ねた時の跳ね方がすごいこう、なんていう、両方一緒にコン、はいはい、コンってなる感じ。この辺はやっぱりそのなんていうん、IQ とか乗った時はもっとそのちゃんとこう、そうね、右、あ、前後ろがこうな、連続してこうトントンって普通車と同じように動くようなフィーリングがあったけど、まあそこの部分に関してはやっぱりこう短くて、多分軽いっていうのもあるんやと思うよな。もうあの四輪が一緒にこうジャンプジャンプっていうフィーリングがするな。やっぱりちょっと質感は K ですね。K です。はい、だからチープです。チープ言葉選ばずに言うと。そうですね、アイドリングがもうプル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 しよう。はい、まあね、あとは多分マウントのへたりとかそんなんも多分あるんだとは思うんですが、うん、まあただ言葉返せばですが、はい、すげえチョロ Q 感あるよ、ほんまに。いや、チョロ Q やな。チョロ Q です。チョロ Q におじさん2人が乗ってニコニコしとる。そうそうそう。あらめっちゃ曲がるな。めっちゃクイック曲がるよ、これこうハンドリングがな、なんてやろう、こう右左右にこう振った時のこのハンドリングが、なんていうかな、振られるんやって、クイーンってなるやろ、ほんまに。なるな。これなかなか、これあれやな、 IQ はしっとりしとったけど、うん、これだいぶキャラが違うんですね。だいぶキャラ、 IQ は良くも悪くもそのしっとりしすぎて、なんていうの、あんまり面白みには欠けるやん。だけどこれ分かるやん、これ。これはなんていう、あの想像しとったハンドリングやんな。そうやな、見るからにこんな感じっていう。そう、だからこの辺とかもこう切ってった時に、もうなんかあれやな、全然スピード出てないのにラリーカーに乗せられとる気分や。そうそう、だって今あの40キロぐらいまでしか出してないのに、もうなんかあの気分はやばいな、これ。ペースノート読みそうな感じ。ペースノート読みそうになったわ。そうそうなんよ。右2とかって言う。そう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 、あーって言いながらな、いろん
だけ結構乗っとって、この市街地とか走りちょってなんていう、こう普通の道が あのなんていう SS ステージになった。いやほんまにこれあれちゃうんすか、やっぱいつものあの、うん、テストコースに入った方がいいんじゃないですか。そうですね、ちょっといつものテストコースに入ってどれぐらい今度加速力があるのかっていうのをねそっかチェックしようかなと思いますね。まあでも軽いはずなんで。そうですね、そうなんですよ、軽いはずなんでね、多分いけるとは思うんですけど、よいしょよいしょよいしょ。でいいですか、これ、はい、車体のほぼ後ろに乗ってるんですけど、はい、あの普通の軽自動車の前に乗ってるのと同じなので、あの出やすいです交差点から前が見えない交差点から出やすいです。あでも なんつうのかな、はい、よく見えるね周り。そうですね、見切りはいいっすよ、うん、よしでかい、ゴーなんかピーって言ったね、ほら、あああれですね、はい、なんすか、電気自動車に慣れた身には、はい、いやいや止まってるのかなぐらいの安心感がある安心感がある、言い方だ、いやでもこれぐらいのそのなんだろうか車の方が、はい、多分やっぱ楽しいよな。まあまあまあ、そうなんだよ、ここで全部そう手のひらで転がせる感ね。そうそう、危ないってならんけんな。やっぱこういう車の方がやっぱ好きやな。あそうだね、やっぱ最近の車はパフォーマンスが高すぎるよね。そう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 、いやほんなけんやっぱり最近の車とかな、はい、この間来てくれとって例えばフォーカスさんとかな、はいはいはい、あれもそうやったけど、はいはいはい、もうパフォーマンスが激しいやん。そうやな、それがね、この例えばうギャップ乗った時とかもねこうなんかデコボコしながらねこういってこう突き上げがあるぐらいの方が、ね、まあ乗っとって楽しいよね本当に。まあでもあれやな、結構ギャップ超えてもいい足回りじゃないですか。うん、あのボンと跳ねてボンと終わるけ、うん、そんなにあの苦痛ではないね。そうだね、うん、しまあなんやろ、あのセブンより乗り心地いいけ。ああ、それは間違いないな、セブンより乗り心地いいし、セブンより広いけ。そうですね、屋根もあるし、屋根もあるし、合格です合格です、これはもう高級車です。居住性満点、居住性満点ですよほんまに合格点ですよこれ、はい、じゃあね、ということで、はい、じゃああとはねまたちょっと下回りを最終チェックしてどんなもんじゃいっていうのをねチェックしますか、はい、見ていこうかと思いますので、はい、どこまでアルトと一緒なのか、いやまあまあえどうなん一緒なんじゃないの、わかんないっすね。まあどこまでこうだって鈴木さんがこのね、これでもさ俺昔持っとったその初めて買ったアルトぐらいの感じ、はいはい、いやそうそうよそうよ、うん、俺も22系23系、なんとやろうな、もうアルトの匂いがするよほんまに。いや音もな、そうそう、もう 3AT がもうまさにこんな買ったっていう、そう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 ほんまにそうなんです。じゃあ見ていきましょう、はい、はい、では行ってきます。はい、これぐらい、これぐらい、はい先生ちょっと待ってください。はい、これパレットではいけんす。あっ、えだって前上げようとこの位置になってこれはちょっと無理っすよ、アーム出さな無理っすよ。あもうあれですね、こんだけ IQ よりもさらに短いっていうことやな。そうやな、 IQ でいっぱいいっぱいぐらいやったけどな。そうなんすよ、じゃあもうちょいバックっすね。はい、じゃあ皆さんもツインが入ってきたときは左リフトでは上げれない可能性が高いので気をつけてください。そうですね、ではちょっと上げてきます。はい、上がりました。はい、やっと。これ大変やな、うん、だって何が大変やって言って、まああの、うん、高級スポーツカーで苦戦するのはまあよくある。まあ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 、あの短くてアームが入らなさすぎて困るっていうねアームこの角度おかしいよ。そうそうそう、ピッてなってるけど前だらいってなってるけどな、ほんまに。そうですか、でもなんかあれやな、はい、こうプチカスタムがされてますね。そうですね、なんで多分あの遊びで使われてたというのがよく分かるような感じになっていて、うん、まあ下から例えば覗いていても、まあオリジナルのこういろんな部品とか作ってるのがなんかよく分かります、はいはい、例えばこのね純正ぶった切りそうですね、ショーバーとかね、はい、あれが入ってるじゃないですか、はい、ここです、くりくり回すやつ、くりくり回すやつ、はい、これであのこのね長さをね、はい、
調整するんですけれども、はい、そのなんで調整せないかんようになっとるかっていうと車高が下がってるんでしょうね。このそうですね、ノアリンクみたいなのがこう入っていてかましてますね、かまし物はしてあるので、まあ、結構多分これでもノージュ味の印象は変わってたんじゃないかなとは思います。はい、なんでまあ、ショックも変わってバネも変わって、うん、このロアリンク交わしてるので多分あれやろな、循環穴とかそんなんで使いよったんかな。だけもうあのこう乗った時のクイックやったやろ、うんうん、あのカート感あふれるハンドリングやったのは、はいはい、まあ、もしかしたらこの辺の影響があるのかもしれないですね。知れないですね、うん、で前側行ってこのスモールなタンクちっちゃない、スモールな燃料タンクを、はい、一斗缶1本分ぐらいじゃない、いやいやいや20ぐらいじゃない、まあ、30入らないのねこれ、うん、なんかそんなのこう通り過ぎ、はい、だってほら見てください、これショックによく見たら MC21S って書いてますから。なんなんですか、ワゴンあるですね。あ、そういうこと、はい、だが多分流用で多分つけてるんじゃないかなと思います。はい、色はもしかしたら塗っとるかもしれないですけどね、うん、でこのままこのなんていうのザ・軽自動車っていうやつなんですけど、そうですね、はいはい、気がつきましたか皆さん。何ですか、後ろ側のセクションの僕は今説明をしました、はい、簡単に、はい、そしてもうすでに前が見えるっていう、もうね歩かなくていいんですよ楽やな、楽やなこの車って思うぐらいここの寸法が超短い、短いな、はい、ほんま、でもこれあれなん、はい、アルト系もこうリアはこう同じ作り、あ、同じです同じです。なんでもう本当にこの間の IQ の時とは逆に打って変わって、はい、もうズシャンチョップドやん、ジューンっていう本当にこうその思想は、まあだってあの値段で出せるんやけんそりゃそうじゃわな、まあまあまあ、まあ、うん、と思います。はい、でまあ、ただこの辺ねを見ていただくと、はい、そうですね、なんか詰め物がされてますね、はい、なんで多分しちっとでも剛性を上げようと多分前のオーナーさんだとは思うんですけれども、うん、あのウレタン注入をね、はい、こうされておりますね、してますね、はいはい、そうですそうです。これって意味あんの、最初は、うーん、ただまあ若干痩せてきたりとかするとまあもうお察しっていう感じやけどな、やろうね、うん、だけどウレタンのその、あの性能にかなり依存はするところはあるのと、はいはいはい、まあ、もちろんその純正でも最近そのそういう樹脂系を注入するとかっていうボディ補強もやっとったりとかするけん、うん、まあ、意味なくはないけど、じゃあどこまでかって言われたら、どこまでかというかどこまで持つかと言われたらあれやな。そうですね、まあ、ちなみに俺もスターレットの時やっとったけやっとったけ、まあ、お手軽なんで小僧チューンとしてはまあやっぱ第一歩なんで定番なんで、はい、で、まあ、それをやって、はい、で、まあ、前側こう見てった時もこの辺 の、 あのエンジンミッション系のやつとかも本当、うん、アルトとかワゴンワールと変わらないし、これこのなんちゃなんて、なんか取りにくい、えそれ短いけど取りにくいやろ入らん、そう、価格的にじゃあこっちは引いとくわこっちでな、で、なんでこうローアームがあって、はい、このスタビスタビニューンとあって、これがテンションロッドも兼ねているっていうね、非常に合理的な、はい、作りでございます。はい、あれそうっす、テンションロッドです。でまあここのゴムがよく痩せてガコガコになったりとか、あ、まあ、あのこのロアアームのここのボールジョイントが脱臼したりとかっていうのはあるあるです。もうあれですね、そろそろメンテナンス時期が来てますね、はい、来てるかもしれないですね、はい、でまあなんかこのお手製のこう、そうですね、アンダーブレースがアンダーブレース当てたりとかしますけど、はい、なんせもうだからこの間の IQ とは逆に打って変わって本当にただコンパクトなのを作るぞ、おおっていう、そうやね、やっぱじゃあ真ん中切ったらいいじゃん、そう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 、できたできた感じや、よしっていう、やっぱねこういうところが鈴木のいいとこね、ほんまにそう、ね、とりあえずやってみよう作ってみようっていうことができるものづくりっていうのもある意味では大事なことよ、そう、あるものをね、そう作り変えるには、そうそうそう、手っ取り早い、手っ取り早い、だって安かったもんな当時価格が、いや見た、さっき見たら、うん、一番安い方のグレードで49万円、そうやろ、50万金取ったやろ、そう、うん、高い方で89万、なあ、これ高い方らしい、だけ多分当時鈴木だけバイクで言うとちょい乗りが出とった時よ、ああ、あん時もちょい乗りの時にもうあのそらあんたプラスチックのカムなんか使ったら減りますやんとかって言いながらやっちゃった、あのちょい乗りよ、あれがだけ6万円、え7万円、めっちゃ安かったんな、そうや、うち親父が昔もらってきてちょっと直してくれって言われて、うん、いやこれ俺が直す工賃の方が高いでみたいな
そうです。なんでまあこういうところにもね、あの鈴木のその、あの社風というか、そのアイデンティティっていうのは十分感じることがやっぱできるかなと思っております。はい、なんでね、やっぱこういろいろお金をかけてコストをかけてものづくりっていうのはもちろん簡単なんですけど、そうですね、まあそうじゃなくてやっぱあるものを使って料理をするっていうのは、これはある意味主婦にとって大事な能力やけ。そうですね、優秀な主婦はやっぱり台所の残り物でどうにかせないかんけんな、やっぱり。お、どうしたん、主婦加担料理やんか。そう、俺ができんことやけん。わざわざ俺は高い肉を買ってきてカレーを作るタイプやけん。IQ 派やな。そうそう、 IQ 派なんや俺は。無駄に遠回りをしてあんまり結果は変わらんかった。そう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 、だからこの能力があるやっぱり鈴木さんは毎度思うけどすごいなと個人的には思っております。なるほどなるほど、はい、まあそんな感じの、まあツインさんの下回りでございました。なのでね、はい、まあ皆さんももし機会があったらですね、ぜひあの拝見をしていただけたら、まあ、非常に新たな学びとかもあるんじゃないかなと思います。この間ね、IQ 見たからよくわかるけど、はい、もうほんま真逆やな、はい、真逆、これおもろい、本当に。そうなんです、やっぱ次スマートやな、スマート、スマートな、スマート募集、スマート誰か、いやできればあの初代がいいです、うん、いやほんまあの初代だって今のはちょっと違う、ちょっと違うや、初代スマートに乗っとる人がおったら、あの宛先こちらまで。そうですね、見せてほしいですね。あのテロップ多分出してないけど、ちょっとこれをやりたいだけやっけ。はい、まあじゃあそんな感じで、はい、はい、こんな感じで終わりたいと思います、はい、では皆さんも面白い車ございましたらまたお声掛けくださいませということで、チャンネル登録高評価メンバーシップもよろしくです。ではまたバイバーイ。